にしようかな。さて、皆さん、準備はできましたか？ああ、もちろんだ。そうだよな。じゃあ目的地はグラキアカテナ。グラキアルプス打倒を目指して頑張ろう。クエストクリア。その通りよ、マカ様。お前たち逃げる、行った。いや、マカ様のことを放っておけませんよ。それにグラキアルプスのこともね。そうそう、私たちも戦うよ、マカ。お前たち。ああ、もうまたお前らかよ。本当にめんどくせえ奴らだな。いいかい、この世界はどっちみち滅びるんだよ。それが早いか遅いかの違いだけじゃん。滅びる原因がグラキアルプスかアーラモルスか、その違いだけじゃん。だからさ、おとなしくしてなよ。あおとなしく。世界が滅びるのを黙って見過ごせるわけないでしょう。
うちたちには大切な人がいる。その人たちを守るためにうちたちは戦う。あんまり熱くなるのは柄じゃねえが、これはいそうですかとは言ってられねえな。これまでの全ての、そして未来のお客様のためにも私は全力で戦いますわよ。みんな言うじゃない。もちろん私も、あなたもそうでしょ。当たり前だよ。だよな。それじゃあ行くぞみんな。クエストクリア。なんとかなったな。だいぶ弱ったみたいですわね。今ですわ、封印の鎖を。任せて。
やったわ、やったわよみんな。クラキアルプスを封印できたのよ。信じられない、奇跡、神の御業。うんうん、違うよマカ、神様じゃなくて錬金術師だから。そうだった、錬金術師の御業。さあ、頼りの綱のグラキアルプスはいなくなったぜ。どうするんだ公主。グラキアルプス、くそ、お前たち人間はいつもそうだ。いつも勝手に作ってはいらなくなったからってどっかにしまい込むんだ。お前たちは昔からそうだ。昔から、一体何を言って。考えるだけ無駄よアニス。でも一つだけ聞いておこうかしら。どうしてあなたはアーラモルスを蘇らせようとしてるの？あいつが復活したらあなただって死んじゃうのよ。はっ、そんなの決まってるだろ。お前たちパパやママに会いたくないのかよ。パパやママ、どういうこと？鈍いやつだな。僕ちんの親はアーラモルス、僕ちんはアーラモルスの一部なんだよ。この世のどこかにアーラモルスの本体が、僕ちんの親がいるはずなんだ。ボクチンの役目は本体を探して力を渡すこと。ボクチンはただまだ見ぬパパかママに会いたいだけ。だから普段から頑張ってるのに、どうして、どうして邪魔するんだよ。てめえの事情なんて知るかよ。どっちみちお前はここで終わりだ。終わらねえよバーカ。魔物、お前たちはそいつらの相手でもしてろ。それじゃバーハハーイ。くそ、逃がすか。クレソン、今は魔物に集中、みんな乗り切る。お怪我はありませんか皆さん？ええ、なんとか。でも公主には逃げられてしまいましたわね。仕方ない、グラキアルプス封印した、今それで十分。ギド村帰る、お前たちも帰ろう。うん、そうだね、いろいろ整理したいこともあるし。そうね、じゃあ村に戻りましょう、みんな。クエストクリア。
お帰りなさいなの。それでブラキアルプスは？大丈夫、封印した。これお前たちおかげ。そうなの、すごい、すごいな。やっぱり錬金術はすごいな。大はしゃぎですわね。私まで嬉しくなってしまいますわ。そうね、とりあえず世界の危機を食い止めたわけだし。あー疲れた。少し気が抜けてしまいましたね。けどこれで終わったわけじゃないんですよね。ああ講師の野郎の言葉が本当なら俺たちはあいつを止めなきゃいけねえ。講師はアーラモルスの一部。そんなことあり得るのかな。さあな。けどもし本当だった時のことを考えると油断はしてられねえよ。うん、でもさ、みんなとりあえずお祝いしよう。闇の錬金術の技法書も手に入ったし、グラキアルプスも封印したわけだしね。ペッパーミントったらもう。どうしよっか。じゃあ材料を。いや、祝いの宴、皆で開く。マカたち、任せておけ。とびっきりのご飯、用意するの。だからみんな、楽しみにしててほしいの。とびっきりのご飯、こっくり、ぜひご相伴に預かりたいわ。そうですわね。たまにはいいかもしれませんわね。たまには。よし、マカ様、チコリー、準備、俺たちも手伝います。そうか、じゃあこっちだ。あいつら僕ちんの邪魔ばっかりしやがって。特にあの錬金術師、あいつあの憎らしいやつにそっくりだ。あの忌まわしきジョーンズワートに、クソ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 、覚えてろよ。僕ちんは絶対アーラモルスを蘇らせてみせるからな。待っててね、パパおわママ。あクリア。
気をつけてね。まだ終わらないぞ。チャンス。決着。まだまだ行くわ。とっておき行くわよ。